はい、ということでね、今日からバンコクに入りました。はい、あのね、14時間ぐらいね、おしこ臭いバスに揺られながら今日来たんですけれども、バンコクね、いっぱい辛い料理あるっていうね、視聴者さんから情報いただきましたので、今日は一発目ここ、ペットマークっていうのかな、まあカタカナで言うとペットマークっていう、お店なんですけれども、ここね、アメリカの有名なフードブロガー、マーク・ウェインズさんがやってるお店です。YouTube チャンネルもね、860万人ぐらい、ここのね、ガパオライスみたいな、あるんですけれども、ここがね、めちゃくちゃ辛いと、有名です。でね、なんか辛さレベルが選べるらしいんですけれども、もちろんね、マックスの激辛ガパオライス、食べていきたいと思います。Oh! Okay, very spicy. Okay? I need love. Yeah?OK、はい、ちょっと今これ以上辛くできるかっていう、ちょっとこのやれを見てちょっと今翻訳見てたんですけど、これ以上辛くできますかみたいな。 This is spicy? OK 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 Thank you。 できるそうです。これ以上辛くできるそうです。レベル6、なんかレベル6できたそうなんで、今日はねちょっとこの激辛ガパオライスを食べたいと思います。はい、ということでこちらが来ました激辛ガパオライス、裏メニューのレベル6、スパイシーベリーベリースパイシー。これ見た目すっごい美味しそうですね。これ唐辛子、多分プリコホン唐辛子、入ってますね。で、目玉焼きということでね、さあどれほどのものかいただきます。さあ激辛ガパオライスレベル6、裏メニューいただきますということで、さあじゃあまずねこれいきましょう。豚肉、牛肉、和牛とかいろいろ選べるんですけど、僕は牛肉にしました。なんか和牛とかあるらしいんですけども、うま辛いな。この唐辛子をかじると後からじわ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 来て、その後何食べても辛いっていう現象が起こるんですね。卵で入れましょう、これね。後からすごいね、やっぱ。味がすごい、辛い。さすがマグエンさん。これはスパイシーだ。これはすごい。あら。多分この緑のやつも青唐辛子かもしれない。これ。最後これ。これ辛いんだよな。ごちそうさまでした。はい、ということで食べ終わったんですけど、辛い。どこで辛さレベルの発表していきましょう。激辛ガパオライス、辛さレベル、レベル6、辛さレベル、ジララジャン、辛さレベル 8.5 です。 8.5 刻みました。辛かった、割と辛かった。味は美味しかった。味美味しいね。いろいろな多分香辛料を使ってると思うんですけども、ご飯との相性バッチシです。はい、辛さレベルもね、ノンスパイシーとか選べますんで、辛いの苦手な方でも普通にガパオライス、美味しく食べられるんで、また次回もお楽しみに。コップンカ。